Thank you.
ありがとうございます。おかわりご用意しています。まだ預かります。これがクッキーのよう。あの、あきちゃんが食べる、あの、卵。そのままご利用いただきまして、誠にありがとうございます。5分程度ですが、お菓子とお部屋の説明をしますので、どうぞ召し上がりながらお聞きください。もし先を急ぎでしたら、説明の途中でお席を立ちいただいて構いません。どうぞ、よろしくお願いいたします。では、早速ではございますが、お手元の案内を使用しまして、お菓子の説明から進めていきます。琉球王国のお菓子、ご覧ください。昔、琉球王朝時代、ここ首里城では、さまざまな儀式や宴が行われ、そのために多くの料理やお菓子が生まれました。名前が分かっているだけでも160種類以上琉球菓子があったと言われています。その中の代表的な4つを出ししました。お客様の左手前にあった大きな平たいお菓子、花ボールです。江戸時代、江戸でも流行っていた外国から伝わってきたお菓子で、職人が一つずつ手作業で切り込みを入れ形を作っています。2つ目の薫片、丸いお菓子を4分の1サイズにカットしています。ごまと落花生が入ってますので、ピーナッツバターに近い味がすると思います。始めましたか、よかったです。こちらは中国皇帝の使いにも届けられていた格式の高いお菓子でした。3つ目のチールンコ、カステラのような黄色いお菓子、2つだと思います。卵の蒸し菓子ですね。チールンコの色使いが華やかだったということで、昔は祝いの席で食べられていました。そして4つ目のチンスコはお土産としても有名ですが、本来は写真のように菊の花の形をした丸く大きなものでした。しかし食べやすいようにと戦後になると改良が進み、今の細長い形に定着しています。そしてお茶の方が沖縄では三品茶と呼ばれ、600年前に中国から伝わってきたジャスミン茶です。あ、ジャスミン茶ね。ジャスミン茶のこと沖縄では三品茶と呼ぶんですけど、そのあ、本当に恐れ入ります。独特な名の由来は中国語から来ています。漢字でお香の香、片道の肩と書きまして、シュンピュンと発音するそうです。シュンピュン、シュンピュン、これがなまって三品と呼ばれるようになります。お
使いいただいております湯飲みは沖縄の焼き物つぼや焼き、茶卓とお盆は漆塗りの工芸品、琉球漆器でございます。漆塗りなんだ。ではお部屋とお外庭園の紹介をしていきます。